やばい人が死ぬパスタができそう。<laughs> やばい夫婦喧嘩始まってる俺、これつくもさんからもらったやつじゃないでしょうね。やばいガチでやばいガチでやばいガチでやばいと僕の手には負えないなこの案件はちょっと。 アニメラクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはアイドル7サードビート第4話。見ていこうと思います。はい。というわけで始まりました。I73 ナナ期ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、楽しめるのかなケー句のように楽しんでやっていこうというわけなんですけれども、楽しめるんですかもう初期から地獄、もうテンポが <laughs>、テンポのいい地獄が展開されているわけなんですけど、ちょっと僕も、 僕もちょっと心病んじゃう。あー、マジ病むみたいな感じになっちゃうんですけど、大丈夫ですかねこの作品。不安で仕方がねえぜ、ベベっていう感じなんだけど。ちょっと。あー、ちょっと、ちょっと、あのね、あの、もう間なぐちゃぐちゃなんだけど。もうアイドリッシュセブンがぐちゃぐちゃだよ。ヤマさんとミツキ君が大喧嘩して。いや、もう、千葉サロンって何よ。<laughs> はい、見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい。 エモーションもうちょっとあのアイナナホンに <laughs> どうしようとなってるうんもうこの溝エグい どうするよこの溝は ああ分かってあげたいんだよねうん心配して。 同じようになって分かったわけだうーん。おんびっくりした。不穏だよ車。おああ。ももさんびっくりした。 わー、光。光すぎるけど、ちょっと。ここでオープニング入れてくる。マジ大丈夫ちょっと。あの、大丈夫あの、視聴者のテンションバグっちゃうんだけど。あの、視聴者のテンションバグっちゃうよここでオープニングは。ど、ど、空気マジかよ。ああでもやっぱり、みつきくんが一番人間味あるよね。人間的というか。 なんかちょっとドロッとした部分も含めてさあヤマさんうう、うんめっツオ さあ、でも、ももさんもつくもの手のものなんだよなさっリりし、いいね。え、こうなれる日来るもうちょっと、どうするこれ、あの、最後の最後に。何つくもプロダクションみたいな出てきたら。え、もうつくもに行っちゃったんですかになっちゃうもう、こうなる本当に。 ああ、光に来るかなもうこのオープニングが不安なまで、ね、ドゥルン。あ、4年前、4イ e a r s ago。ゆきくんヤマ<ん>さんだ。うーん。 うーんもうこの段階から復習考えてた出会ってしまったんだな本当に必要ないと思ってたけど、だから今身動きが。すごいな。 うんまあ、ももさんからだね。 嗯。能。Mm. No. ンさんお願いしますうーんまあそう,かそうかそうかそうかまあずっと量っていうのもねそうね売れたもんね あ,あちょっと怖いなうんうんああ <laughs> わ怖っ。<laughs> <laughs> すごいな。あははははすごいな。あなにこれラーメンやばい。脳みそ。ひっこ。やばい、一丁でくか。 <laughs> 世界が始まるあそうねうん。<laughs> 工事おリフォームああ<ー>うん。あやばいやばい、勘ンりが始まっちゃう。う うんおなんかうまく言いくるめようとしてるなうん一貫性のない人お 国ちょっと、容量得ないな。泣かせ、ただ、壮吾さんが作ったら全部辛くなっちゃうからな。大丈夫かな辛くならない大丈夫これ。<laughs> 人が死ぬパスタができそう。暗殺者のパスタが出来上がりそう。 プール・ブ,ブ・ラッド <laughs> うい,いなあさあ、こういうのかけらああ。<laughs> <laughs> さあ、どう唐辛子 ああ、先に、先に味決めるパターンだ。そうこさん、ここら辺いいな、ポンコツなの。<laughs> ポンコツじゃないんだな。そうだ、いないんだ。<laughs> 寂しい、それ。 寂しくなるなぁちょっとその2人で住んでた部屋こんなに大き広かったんだみたいな <laughs> あーそうか美月君と見てたしうん まあそうねまあそう衝動的に動くとうんそうねどっかで話さなきゃいけないと思ってた <laughs> うん もうね抱えすぎちゃうからなうんこれだけ言い合えるもんね <laughs> ねみんなうーん離れていっちゃったし うーん、だよねー。あははははは。ある程度距離がないと、近づきすぎちゃうときがあるからね。ああ、そうね。 うん、伊織くんうん やばい,やばい遠隔で夫婦喧嘩始まるやばい夫婦喧嘩始まってるあ <laughs> え夫婦夫婦夫婦 <laughs> そうねそうねそれはそう <laughs> まあいつも通りじゃない割と割といつも通りだと思う 大丈夫ああ、よかった。モマさんか。つくまさんが来たかと思った。ワオしっかりしてるいやこれが、これがイオリくんパワー。この泉兄弟。家事、家事パーペキ。あら。ワオ しかもすごいいい肉。これつくもさんからもらったやつじゃないでしょうね。あらあら。冷凍焼けしてる。あらうーん。それは無理があるな。 <laughs> かわいいあちょっとすっげえでけえこれさ <laughs> <laughs> ああ撮影おなんか向かいから撮ってるよね すごいなわ<あ> <laughs> すごい感情的すぎる感情的すぎるユキさんうーん「ミルナになる」 うん,あうん部屋の中取るのはでもやばいんじゃないのどうなんだろうね。 うんさあ、それが欲しいんだもんな、ももさんは。つくもりょうさんつくもりょうって書いてそう。 あーまーずいあすごいすごいねスタジオあー 頑張ハ <laughs> うーんいやー難しいか。 Hmm. Mm. 嗯，哇哦，哇！ わわわわわああ。Ah. 自分。 マジでヤバいってヤバいヤバいヤバいガチでヤバいガチでヤバいガチでヤバい ああ。やばいなーちょっと、ちょっと、手、あのー、ちょっと僕の手には負えないなーこの案件は、ちょっと、ちょっと、手を引こうかな <laughs>。ちょっと、この重みはちょっと僕も、 ちょっとヤマさんの気持ちをキャッチしきれてない部分があるっていうのもあるから、僕としてもどうしようかって感じになってるなぁ。うーん。どうしようか。愛されて、 たいけど愛される努力。肯定してほしいっていうところがあるんだな。自罰的ではあるとは思うんだけど。うーん。ちょ、でもヤマさんの感情今複雑だから、この段階ではっきりとキャッチしきるのは難しいな。お話すさあさあさあ。 いやーちょっとこれはちょっと奥もはっきりとはもう何も言えなくなってしまってますねちょっとただまあ分かるのはやっぱりかなり山さんも「ねおじさんは」とか言ってるけどかなり心の中はピュアでと言ったらあれだけど子供の部分がすごい強いんだなやっぱり自分の見たい部分しか見たくないのに。 なんか見たくない部分まで見せられるその現実が嫌になるわけだな。だから静岡とか千葉静岡のことも多分好きではいるんだけど、ただ尊敬できない一面が強すぎて、あー、うーん、だから許せないっていう感じなんだ。だからゆきさんにもそういう感じなんだよね。だから演技も上手いし、アイドルとして歌も上手いし、センスもあるしかっこいいし尊敬はしてるんだけど、こうやって嫌な部分を見ちゃうと嫌いにならざるを得ないし、 そんな自分が小さく見えてしまうっていう、うん、自罰的なあれもあるのかなっていう風に思ったりするうん。さらに言えば血が繋がっている部分があったりだとかね。血が繋がっている部分があったりだとか、千葉サロンのことだったりだとか、千葉静雄っていう、ちょっと何とも言えない共通点があることがさらに嫌だみたいなところがあるわけだし、あー、複雑だよなぁ。せか合わせ飲むつもりだけど、 その、汚れてる部分だったり濁っている部分を許せないと思っている自分もいるんだと思うんだよね。この感じだと。うーん。ヤマさんの感じは非常に複雑だわ。こうやって、なんか、こう、1話にはパッて見た感じで切り取って判断すべきものではないな。こっからどう動くかによってまた変わってくるだろうからね。 うん、まあでもなんかちょっと和解に近づいているっぽいっちゃっぽいんだよね、うん。そういう自分とどう折り合いをつけるかっていうのが割とユキさんから伝えられてるメッセージ的なものではあると思うんだけど。とはいえなーこれは複雑な問題だよなーだってネタがネタっていうところもあるだろうしね、うん。最初は全部割り切ろうと思ったけど割り切れないところまで来ちゃってるし。うーんで だからこそ、作品で愛されようっていうさ、作品には罪はない理論に近いのかなっていう風に思ったりする。俺はこんな人間だけど、作品は別だからっていう。作品を好きな人間、作品を通して愛されようとしているってことだもんね。言ってしまうならね。うん。で、そこを見抜かれたことがすごい、心に、ざわめきを生んでいるわけだもんね。うわ、これは。 これは複雑な心だなーちょっと、うん理解してあげたいけど、理解できる存在っていうものがいないだろうな。知ることはできるけど、理解はできないだろうね。うん誰も。ゆきさんぐらいだとはもう、ゆきさんもかなり近いところで理解はしてそうだけど、とはいえ、ゆきさんはゆきさんでそういうのをうまく伝えることができない存在なわけじゃん。うん、半分以上っていうか、悪意を持ってやってるわけではないわけだもんね。ゆきさんもね、これはね。 バンリさんの言い分的にも。うん。本質的にすごい優しいんだけど、人の嫌な部分をつっついちゃうんだよね。人の心の柔らかい部分を爪を立ててつっついてしまうわけだもんね。うーん。これはなかなかだなーちょっと。なんも言えなくなっちゃうよー。マジで。おー。こんなアイドルアニメで心について考えることありますかうーん。 もさんもだいぶやばいしな、仕掛けるって言ってるし、千葉サロンについての証言を山さんから引っ張ってこいって言われてるわけだけど。あー、いやでもかなり近づいてしまいそうだな、三月くんが来てしまったことにより。うん。そして、寮のメンバーは不穏です。いおりくんと、リックはね、まあ、とりあえず、とりあえず、夫婦喧嘩をしたので、まあ、仲直りはいつでもできると思うんですけど、ただ、りょうのみん寮のみんなの、 あの、胃が心配です。胃と舌が心配です。味覚が変わってしまうかもしれない。あの、相互さんによって、あの、すべてを書き換えられてしまうかもしれない。もう、辛味以外はすべて、甘みと捉える味覚になってしまうかもしれません。そこがちょっと不安ですね。相互さん、ちょっと、手心を。はい、というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わりまして、さあ次回どうなっていくのかいろいろ注目していきましょう。以上、アイドル7のサードビートでした。バイバイ。